皆さんこんにちは。平成の大横綱と呼ばれ、その強さと父親譲りの甘いマスクで国民的人気のあった貴乃花親方、若乃花関との兄弟力士として相撲界に若貴ブームを巻き起こし一世風靡しましたね。しかし兄若乃花関との不仲や弟子の貴乃岩の引退と相撲協会や理事たちとの不仲など、現役時代の輝きはなくなり、すでに相撲協会を退職しています。今回は退職のきっかけでもある相撲協会や理事らとの亀裂や不仲について迫っていきたいと思います。では初めに貴乃花親方について紹介しましょう。1972年8月12日、叔父は名横綱初代若乃花、父親は元大関の貴乃花俊明、離婚した母親は女優の藤田典子、兄は第66代横綱若乃花と相撲一家に生まれました。入門当時からその優れた素質は話題を集め、期待通りに数々の最年少記録を打ち立てていきました。生涯戦歴は794勝262敗、幕内優勝は22回、その他殊勲賞4回、敢闘賞2回、技能賞3回など第65代横綱として数多くの記録を残しています。現在でも歴史的な一番として語り継がれているのは、19歳の時の1991年5月場所で幕内4場所目にして横綱千代の富士を初顔で破り、千代の富士を引退に追い込んだ取り組みですね。そんな貴乃花親方の現役時代の体格は、身長183センチ、体重160キロ。引退後は2年間かけて最大80キロの減量を成功させ、大きな話題となりました。現役時代の功績に対して一代年より貴乃花が認められ、貴乃花部屋の師匠を務めましたね。日本相撲協会では2010年に理事に当選以来、相撲教習所所長、審判部長、地方場所部長、総合企画部長、巡業部長を歴任していました。しかし2018年10月に退職しています。この退職の理由にもなったのが、相撲協会や他の理事、親方衆との不仲ですね。相撲協会との間に入った亀裂の原因について紹介しましょう。きっかけは横綱、春馬富士による貴乃岩殴打事件でした。貴乃岩といえば、貴乃花部屋、関取第一号ですね。貴乃花親方は貴乃岩が優勝を決めた一番の取り組みを、見えないところで、生で見たいと思い、隠れながら、気づかれないように、福岡国際センターの片隅で見ていたそうです。優勝を決めた瞬間、自家用車の中に閉じこもって、当時の奥様に電話した貴乃花親方でしたが、恥も知らず貴乃花親方は号泣してしまったそうです。そんな中、愛弟子が巻き込まれた暴行事件、これは相撲界に大きな激震が走った事件となりました。2017年10月鳥取市内にあるラウンジドマーニで、横綱白鵬が照ノ富士と貴乃岩に説教している最中、貴乃岩がスマホをいじっているのを見て、横綱春馬富士が激怒し、ビール瓶やテレビのリモコンなどで殴り、怪我を負わせた事件です。貴乃岩は脳震盪、左前頭部裂傷、右外耳道炎、宇宙頭蓋底骨折、髄液漏の疑いで全治2週間程度と考えられるとの診断書を提出しています。この診断書の内容からも事件の衝撃を物語っています。事件後、なるべく穏便に収めようとする相撲協会と警察に被害届を提出し、事件の徹底解明を求める貴乃花親方との間に深い亀裂が入ったのです。さらに貴乃花親方は警察の捜査を優先したいと、相撲協会の危機管理委員会による貴乃岩の事情聴取を拒否しました。このような貴乃花親方の姿勢が問題となり、協会の理事を解任されてしまいます。その後、貴乃花親方も反撃に出ました。事件に対する相撲協会の対応について、問題ありと内閣府に告発状を提出したのです。しかしその後、弟子の貴義俊の付け人への暴力沙汰が公になり、貴乃花親方は告発状を取り下げざるを得なくなってしまったのでした。取り下げた後も相撲協会側は告発状の内容が事実無根であったと認めるよう貴乃花親方に圧力をかけ続けたと言われています。しかし、なぜ相撲協会はこれほどまでに告発状にこだわるのでしょうか。実は貴乃花親方が提出した告発状の中には、過去の協会の不祥事として弟子への可愛がり、野球賭博、そして最大のタブーたる八百長に関しても記述があったようです。相撲協会としては、税制上の優遇措置が受けられる公益財団法人の立場を取り消される恐れがあるため、
何としてでもこの告発状の存在を抹消したかったのです。2018年3月27日に行われた全親方が参加して行われる年寄り総会で、貴乃花親方を吊るし上げで精神的に追い込もうとしていたとの噂が浮上、これが貴乃花親方を退職に追い込む要因となった可能性があると言われています。以前から貴乃花親方と八角理事長の不仲説はありましたが、貴乃岩の事件をきっかけに相撲協会の全親方衆との対立が発生し、世間には不仲説が流れ、貴乃花親方は相撲界で孤立していきました。しかし貴乃花親方にも不仲要因と言われる出来事がいくつもあるのです。春馬富士暴行事件から始まって、3月場所での職場放棄、内閣府への告発状提出など、相撲協会を混乱させ続けたことには間違いありません。この総会では書面のやり取りばかりで、相撲協会の前に姿を現さず直接意見を語らなかった貴乃花親方へ、これまで抱いていた疑問を次々にぶつけたと言われていますね。その質問は、3月場所ではなぜ無断欠勤をしたのか、告発状を提出した理由は、弟子が付け人を殴ったと聞いた時どう思ったか、春馬富士暴行事件では協会発表と違うことをテレビなどで言っていたが、どちらが正しいのかなど、これに対して貴乃花親方は神妙な表情ですいませんと平謝りだったようですが、二所ノ関一門の代表者として質問を行った高田川親方、元関脇秋ノ島は、質問に対する答えがないんですよ、何を聞いても返答はすいません、申し訳ありません、心を入れ替えますの3つくらいしかなかった。そもそも貴乃花親方は契約解除に値することを6つも7つもしているんです。7回クビになっていてもおかしくないんですとメディアに語っていました。さらに貴乃花親方は会見で報道陣から告発状取り下げということは自分の考えが間違っていたということかと突っ込まれるも、これから微力ながら協会の一員としてとわけのわからない返答で話をそらす始末だったのです。このような発言や行動から反省は口だけという親方衆の受け取り方も理解できますね。こうした行動と発言が一本化していない貴乃花親方へ、相撲協会は不満がたまっていたようです。そして2018年9月25日、貴乃花親方は日本相撲協会に引退届を提出し、夕方の会見では力士ら部屋の一同は継承者である千賀ノ浦部屋に所属先を変更することを明らかにしています。さらにこの記者会見で貴乃花親方はこれまでについて説明しました。貴乃岩に対する傷害事件の際の日本相撲協会の対応などについて、真実を隠さず追及したいという気持ちで告発状を提出したこと、弟子高吉俊の不行き届きもあり3月28日付で告発状を取り下げたこと、当時について告発状の内容が正しいと信念を持ちながらも協会の一員として処分を受け入れたと明かしましたが、その後協会から送られてきた告発状に関する見解が記された文書に納得できなかったこと、協会側の考えを認めない限り廃業を迫られんばかりの重圧を受けたと告白したのでした。そして貴乃花親方は日本相撲協会理事会において、全ての親方は一門のいずれかに所属しなければならず、一門に所属しない親方は部屋を持つことができない旨の決定がなされたとのことですが、同時に私はいずれかの一門に入るための条件として告発の内容は事実無根な理由に基づいてなされたものであると認めるようにとの要請を受け続けております。しかしながら内閣府公益認定等委員会に告発状を提出した告発状は事実無根な理由に基づくものではございません。真実を曲げて告発は事実無根だと認めることは私にはできませんと自らの信念を語り、これが最善の道であると苦渋の決断をしたと語り引退しました。今回紹介した出来事がきっかけとなり相撲協会を去った貴乃花親方ですが、現役時代に築き上げた数々の功績は伝説に残るものばかりです。今も語り継がれるほど相撲界を盛り上げ、相撲界に多くのファンを呼び込みました。大横綱貴乃花が築いた歴史の数々は消えることはありません。生真面目すぎて一本気、融通が利かない不器用とも言われたことで貴乃花親方は苦労したことも多いことでしょう。しかし自分のことだけ考えず、力士や他の部屋のことも考える優しさもあったと言われています。兄弟の不仲、相撲協会や同じ時代を築いた親方衆との関係の亀裂など
現役時代の活躍の一方で寂しい晩年となってしまいましたが、第65代横綱貴乃花は今後も語り継がれていく力士であることには間違いありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。